いつもご視聴いただきありがとうございます。せいチャンネルのまゆです。今回はキルテンで通販したものが届いたので開けていきたいと思います。8月8日ぐらいに注文したんですけど、お盆休みのせいで遅れまくって、やっと再発送してもらって、やっと今届いた感じです。頼んだのは3個あって、1個がこのゴシが持ってたチャンピオンベルトの似たようなやつと、ダイエット用のヨガフォームローラー、コロコロする 筋膜リリースか用のやつと、このじゃん、あ、こんな色だったっけ、なんかこの太ももとかをこう首とかをコロコロできるやつ、このセットを買いました。はい、じゃあこの2つは後で試してみるとして、とりあえずこのチャンピオンベルトを開けていきたいと思います。これなんか元値は1万円ぐらいだったけど、90何パーオフとかで1000ちょいで買えたんで、効果どんなもんか分からんけど、評価も良かったので試してみようと思って、じゃん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 、すごい薄い、こんだけしかない。あ、なんかジップロックに入ってますね。はい、うん、ゴシが持っておるのより小ぶりやね。これがコントローラー、説明書が入ってます。あ、日本語で書いてある。ははあ、充電は 1,2 時間で満タンになりますと、約15分で自動で電源が切れます。ふんふんふん。で、パッドが4つついてて、物はこんな感じです。ベリベリベリ、4つ、6個ついてるけどな、なんか説明書と書いたことちょっと違うけど、まあいいや。なんかあのパワーアップしたんかな、図のようにコントローラーを、ちょっとコントローラー傷入ってるけど、まあ、気にしない。コントローラーをベルトの前面につけて、ここか、ここにこうやってつけて、なんかこれはスナップボタンみたいな感じで、使用前に4つの通電パッドを濡れ布巾などで拭いてください。結構めっちゃ臭そうと。お、くるくる動くぞ、充電してないでも。なんで？充電してない。にはちょっと痛いっす。喉にはちょっと痛いです。なんかギリギリって感じ。引き締めなのかな、これは。ちょっと説明書を見てみます。はい。ちょっとモードには引き締めみたいな感じで、モード3は、お、ニューって感じ。モード4、トトトトトのギュギュギュみたいな、ちょっとびっくりするね。モード5、
トト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 ト、痛えな、チカチカすんな。濃度6、どん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 、2ぐらいがいいかな、モード 2。強さはこのプラスで、うわっ、うう、痛い急になんか2にしただけですごく痛い、ビリビリかなり効く、でもまあ我慢できる。これで動けるかっちゅうと分からんけど、あーあーでもまあ引くわ、うわ指入れたらすげえピリピリするこれ15分で自動で切れるみたいなんで、こうやって放置しといて腹筋を鍛えてどうなったか1ヶ月後ぐらいにまたレビューしてみたいと思います。チチチチで、これとこれも使ってみようと思います。ほい、ではのベルトをちょっとお腹に濡らしてみようと思います。逆に濡れた手で腹をこう撫でて、これでいってみよう。お腹がスースーする。えい、未だかつてないフィット感。これ行くやろ。あいだ。キャップキャップピピ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 ちょっと下泣く気がする。まあいいや。ててマジで痛い。1で痛い。ああでもまあ慣れてきた。で次にこのコロコロを使ってみたいと思います。このドンキで100円で買ったジェルを出して。塗って、マッサージ用のジェルなんで、いやなんかいい匂いする。これでちょっとこの太ももをこいつでこうグリグリ、これはね割と挟む力は強いけど痛くないし、ベルトの方がはるかに痛い。20回ぐらいやっといた。で、あとはこのホームローラーを今から使ってみたいと思います。ちょっとねこのベルトが15分だったら勝手に終わるんで、それが終わるまで待っときたいと思います。ちなみに今1なんだけど2にしてみる。あー痛い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 。なんかみんな5とかでやりようらしいけど、すごいね。本当に痛い。なんかビリビリ、電気きとるわ、みたいな。痛えな。ふぅ。痛かったな。その跡がついているでもなんか柔らかくなった気がする、すごい。はい、以上で今回の動画を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。